東洋キネマは、かつて存在した、日本の映画館。閉館後も、1992年に解体されるまで、その戦前の建築物が親しまれた。東洋キネマのコケラ落としで活弁を行った、徳川無生1921年12月31日。 東京市神田区神保町二丁目五番地、新聞広告を打ち、翌1922年1月1日から開業した。開業初日の解説は、活動弁士、徳川無生、演奏は、旗のオーケストラであった。オープニング番組は、大正活位が制作した旧作と洋画を上演した。基本的には洋画を上演したが、オープニングで、 大正活営作品を上映した縁で、ヘンリー・オタリが設立したヘンリー・オタリ映画制作、栗原トーマス監督による映画、続アマチュアクラブを1923年4月13日に、封切り上映している。この頃になると徳川に加え松井緑星、大辻志郎らが解説を担当する様になる。同年9月1日の関東大震災では、 同館も倒壊、消失。同館自体は、同年12月25日に、バラック建築で再開するものの、これをきっかけに、電子の徳川や旗のオーケストラは、メグロキネマに移籍した。再開以降は、従来のユナイテッドアーティスツやパラマウント映画のほかフォックスフィルム曲投資者の風切り館として特約。1924年には、 東亜キネマトージーム撮影所制作、牧野正造プロデュース、金森万象脚本、監督の、ロビン・フットの夢と、帰り山のりまさ率いる、映画芸術協会制作の起産脚本、監督作、自然は砂漠を同館で不義り公開している。1928年に、根津、不要館を設計した、小港賢治設計による建物が、完成、しばらくして、 高柳淳之助配下の人種だった小林兵庫が経営を引き継いだ。小林は神田駿河台に当時邸宅を構え、道二丁目十一番に従業員の居住施設東記念寮を設置した。だが、1934年2月6日に活動弁士の村田吉美学が解雇されたことから、同月10日に同館従業員が葬儀を決行。 従業員側には、日本労働同盟東京連合会が支援し、21日に村田の復職で葬儀は解決した。映画館は繊細にも耐え、1970年代には閉館。閉鎖後も長きにわたって、建物は他の用途に使用されていたが、1992年7月に解体された。藤森照信は、 道館を日本に現存する唯一のダダイスム建築ではないかと指摘している。また、東木根領は現在も最下値坂沿いに存在している。多くの文学者が道館で映画を見たことを日記に書き残し、小説に道館を登場させている。他にも、寺田虎彦、尾崎和夫、宮本ゆり子、安倍明等の日記に登場する。 下バブルジ、東洋キネマを含む人望町界隈の地上げの様子を詳しく描く。ありがとうございます。